はい、こんにちは。大人の足の子の宮永一です。今日はですね、マスカラをやっていきたいと思うんですけども、マスカラといっても、目のマスカラじゃありません。ヒゲのマスカラになります。こちらが、今回、5 Ism by 3で、9月4日からですね、発売になるヒゲ&眉毛のマスカラになります。これはね、僕は本当に待ってましたという感じで、今まで僕もかなりヒゲが薄いので、女性用 のまつげに使うマスカラを使ってやっていたんですよ。まあ、あまりにもの薄いのでなんですけども、このヒゲに特化したマスカラが出たことによって、僕はかなり使いやすい、そして馴染みやすい、そして何よりかっこいいというので、かなりモチベーションが上がったので、レビューしていきたいと思います。00番っていう色が入ってないものですね。いわゆるこの、液状の美容成分とかが入った液なんですけど、これを眉毛とヒゲにつけて、毛流れとこうちょっとしたツヤ感みたいのを出してくれる、整えてくれる、いわばまあトリートメントみたいなものですね。でそこから、ちょっと明るいブラウンで、明るくなっていって、5番が黒ですね。はい、なので僕の場合は実はヒゲにちょっと金髪が色素が薄くて混ざっちゃってるので、そういったムラを全部黒くしたい時に塗れたりとか、逆にヘアカラー明るい方とかは、眉毛ヒゲともに少し明るいブラウンで色付けしてあげると、もっと髪の毛とのファッション感度というか、髪の毛との相性が良くなるのかなと思います。まあ言ってても仕方がないので、一回ちょっとハウトゥーをやりつつ、これを色を比較して皆さんに見ていきたいと思いますので、では行ってみましょう。はい、まず5番のブラックから使っていきます。毛流れをきれいに整えてヒゲを濃くしていきます。はい、塗り方のコツなんですけども、まずマスカラを縦に持って毛流れと逆の方向に1回つけてから、正しい方向に流していく。これを繰り返していくと綺麗に色付けされます。さらにこれは手首の力を使いすぎると地肌についてしまうので、なるべく指先だけで塗っていくようにしていきましょう。続いてヒゲを塗るときはティッシュを折って下に引くと塗りやすくなります。このように唇に置いて、まず上方向に色をのせていく、その後下に正しい方向に溶いていくっていうのを何回も繰り返すと、一本一本が太くなってボリュームが出てきます。さらに髪の毛をコームで溶くのと一緒で、正しい方向に毛流れを整える意味もあるので、綺麗に流れる方向に向かってブラシを入れていくといいと思います。はい、向かって左側が塗った状態かなり整っていて、右は塗ってないので薄いですね。こんだけ差が出ます。片方塗ったらまた馴染ませてから色をつけていきましょう。やり方は一緒です。利き手でやるのがいいんじゃないかなと思います。はい、続いて顎ひげですね。上よりは簡単で、上下上下左右左右でいろんな方向から色をつけてボリュームを出していきます。生えてる方向は下向きに生えていくので、最終的には下に向かってブラシを入れると綺麗に整うんじゃないでしょうか。はい、さらに僕はこの真ん中の部分がひげ生えてないので直塗りしちゃいます。ポンポンポンと指でなじませると、かなり自然にひげ生えてるかのように演出してくれるので、ムラがなくなってきます。そうするとこんな感じで綺麗にひげが生えてるかのように演出できるので、とてもいいかなと思います。眉毛も毛流れが整ってムラが修正されたので、とても綺麗になりました。はい、続いてブラウンを4種類比較していきましょう。左上が一番ナチュラルなブラウン、その下から右上、右下に向かって明るくなっていきます。
右下のゴールドのような色はほぼ金髪に近いのでブリッジした髪なんかにいいんじゃないかなと思いました。逆に左上のブラウンはかなりナチュラルなので髪の毛の色素が薄い方とか少し暗めのブラウンの髪の毛をしている人とかはかなり馴染みやすいので黒からちょっと挑戦したい方はやってみてもいいんじゃないかなと思います。最後に00番透明のものを使っていきます。これ出すと分かるんですけども本当に、美容成分が入っている透明の液体になるのでトリートメントみたいな感覚で使えます。色は全くつかないので眉毛がボサボサしちゃうとかヒゲがなんかこうぐちゃぐちゃしちゃうって方はこれをつけるとかなり整って清潔感があるのでまあ本当に一番最初のワンステップにいいんじゃないかなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これは本当にいいですね。薄いひげの方もちろん使えます。さらに、気分を変えたい時髪の毛のカラーチェンジをした時すごくいいんじゃないかなと思います。まあ基本動作かなり難しい、まあ今までにない動きだと思うのでちょっと難しいと思いますので何回か繰り返してやってみてください。これは僕はすごく待望だったので皆さんに一度試していただきたいなと思う商品です。で、これと合わせてやはりベースのメイクをしたりとか男ならでは のメイクっていうのは非常に興味深いと言いますか普通にめちゃくちゃかっこよくなるなと思うのでやってみてください。では今週もありがとうございました。来週もまたお会いしましょう。ありがとうございます。バイ。